はい、吉春です。いやー、楽しいのなんのって、何が楽しいかって、これなんだと思います？バンジョーです。バンジョーという楽器はね、アメリカの古い楽器で、古くはね、ディキシーランドジャズだとかね、それからカントリーミュージックだとか、いろんな音楽で、あとアイリッシュでもね、これを使ったりすることがあるみたいです。実はね、僕ずっと昔にそのディキシーランドジャズのね、バンドでボーカル兼司会者でね、やってた時にこのバンジョーを弾いていた。だけど YouTube でやるのは今回が初めてです。ちょっとね、クリスマスの曲を楽しい感じでやってみたくて、それで、このバンジョーを使ってみました。どんな音になるかちょっと楽しみですね。でちょっと説明しますとね、普通バンジョーってのは弦が5本あるんですよ。 1,2,3,4 ここにもう1本張ることになってます。だけどちょっとそれをね、やらずに弦を4本だけにして、で特別のそのチューニングの仕方、バンジョーってのはね、弦と弦の間隔が5度なんだそうだけど、ちょっと難しいので ね、僕はギターと同じようにチューニングしてみました。1,2,3,4 これがね、ギターと同じようなチューニングになってます。どんな感じになるやら聞いてみてください。慌てんぼうのサンタクロース。忘れちゃダメだよ。